ず私も行ったことがない場所として離れの古い建物があります。それとこれは未確認ですが、エレベーターでしか行けない地下室が存在するはずです。あと屋敷の構造上空白になっているのが不自然な場所があります。屋根裏です。天井に引き込むタイプの階段ならどうでしょう。19世紀の建物ですから、そんな仕掛けがあってもおかしくないと思います。どこかに隠しスイッチでも。厨房で聞き込みをしました。ディアナがどこにいるにせよ、少なくとも食事はしているはずです。それが特に変わったこともなく、食事をどこかに届けている様子もありませんでした。旦那様のお部屋には非常用の保存食が揃っているので、おそらくそれを食べさせられているのではないでしょうか。一体どうしてこんなことになったんでしょう。時計？ドクター？ もしディアナを見つけても慎重に行動してください。その場で連れ出そうなんて思わないで。どうかお気をつけて。それはソアーベクラシコの1988年。
旦那様。ですから。ダメです。でも申し訳ないのですが、そこまでにしていただけないでしょうか。お二人で盛り上がるのはきちんとけじめをつけてからの方がよろしいかと。どうでしょう。手を頭の後ろで組み、背中を向けろ。本来なら大時計が壊れた時点であなたたちは用なしだったのですが、興味深い実験を思いついたので、あと少しだけお付き合いさせてもらうことにします。ただそのためにはあなたの契約が必要。ぜひともお考え願いたいのですが。いえ、あなたの意思を尊重しなければなりません。なぜならこの契約はあなたの魂に関わるものですから。一晩の猶予を差し上げます。明日、私はずっとこの部屋にいますので、決心がついたらここにおいでください。簡単なことです。あなたの望みと魂を引き換えにする契約。では明日、心よりお待ちしております。こっちに来るんだ。この部屋にいてはいけない。聞け。明日は間違ってもここに。
帰れ。覚悟はできたか？この島を出ていく覚悟だ。今の君の状況に追い込まれれば、考えることは一つだ。出ていくつもりなんだね。少し話がしたい。取引だ。ここでは話したくない。ついてきてくれ。ここなら誰にも聞かれない。あの屋敷で死んだ者を葬る墓地だ。俺はこの墓地を見るたびに唾を吐きたくなる。手早く済まそう。ディアナが大時計を止めた理由はわからん。だがそのおかげで機械が生まれた。私はいつかの晩、ディアナにデリンジャーを渡した。その時、君も物陰にいたはずだが。護身用の超小型の銃だ。あの時はそういう状況だった。幸いにして彼のメッセージは届かず、その状況は回避されたが、ここに来てあの銃のもう一つの目的が生きることになった。ここからが本題だ。ディアナに渡した銃には発信機が仕込まれている。大時計が止まった晩、シルビアーナがディアナからあの銃を取り上げて隠した。おそらくその隠し場所はこの屋敷のどこかにある武器庫だ。君はその武器庫を探し出し、私の銃と弾丸を盗み出してほしい。私の武器が戻れば君をこの島から逃がすことができる。
そうだ。私は私の武器が必要だ。こんな量産品ではダメだ。屋敷のガードは全員防弾チョッキを着ている。それにあの女がいる。だが私の銃ならば。当初の目的を遂行する。君とディアナの脱走はそのための陽動になるだろう。逆に私の行動は君たちにとっての陽動になる。悪くはないはずだ。君たちの脱出の支障になるようなものではない。それだけ分かればいいだろう。保証はしないが確かだ。後戻りはできない。いいんだな。私の銃はトカレフだ。それと銀色のケースに入った弾丸だ。この屋敷でトカレフを使う者は他にいない。武器庫が見つかればすぐに探し出せるだろう。もっともすでにおよその見当はついているが、パドリーノの一室、祈りの間だ。明日私は部屋の番人を担当することになっている。つまり君はそのまま中に入れるだろう。すぐに引き返し、入り口にいる私に渡してくれ。私はその足でディアナの救出に向かう。それが成功したら君たち二人は北の船着き場へ行くんだ。運搬船の男にはすでに話を通してある。屋敷に残ってやることがある。それと忠告しておくが、私の武器を手に入れる前に君が誰かに捕まった時は私は君を撃たなくてはならない。わかるな？それだけだ。質問は？その心配はない。彼女は私を同胞だと思ってるからだ。そして罪の意識も。私の口から話すべきことではないだろう。もし生き延びることができたなら、君自身が聞くんだ、彼女から。Good luck.